はい、今ね、途上から帰ってきて夕方の仕事始めようと思ったら豪雨です。聞こえます？雷まで鳴ってきた。どうしようかな。分娩車までたどり着きたいんだけれど、そうすれば仕事が始められるんだけどな。はい、もう見える。水が流れております。しかも今日はね、そこにちょこっと見えるけど小川が来てるんですよ。やっと入ったんだけど、みんなびしょ濡れになっちゃって履き込みたいんだけど、この雨じゃどうしようもないんで、ちょっと少し止んでからやります。こんな雨は今年初めてです。行きます。餌くれしよう。濡れるぞ。はい、夜です。外は豪雨と雷です。映ってないけど、もうすごい雨と雷、上がってきて、たらこの人は雷が怖くてご飯が食べれないんです。怖くて怖くて、もうなんか落ち着かない。雷が鳴るたびにね、ビクッビクッってしてる。いつもなら今7時ちょっと前、夕方夜の、ご飯ご飯ってうるさいんですけど、それを言わないらしいです。それどころじゃないんだよ、怖くてな。今どうした？ちょっと変な感じになったよ。携帯がごとって言っただけでビクついた感じ。それに比べてもうこの人は我関せずね、怖くないんだよね。あんた外育ちだからね。耳が下がってる。ゴロゴロっつうたびにあなたは怖いんだよね。いいよ、音がするためにあちこちに覗かなくて。警戒心が。怖い怖い。雨被害です。ピット下のスクリューに水がみんな入っちゃってます。こうなると、うんちを帰ってきても水と一緒になって、いつまでもスクリューにかけないので、水を全部かき出します。この時使うのがこの灯油ポンプ。スクリューの羽があってカップとか入れても出せないんで、これで全部かき出します。吸い出します。水は全部浄化槽に入るようになる。よし、大体終わり。で、あとまだトロトロごうになったのがあるんだけど、ここ上がらないんで、あとは小川を入れて無理やり描いちゃいます。
ちゃ綺麗になりました、まあ、雨のたんびにこんなことをしてるんだよね。まあ普通の雨なら大丈夫なんだけど、昨日ほどの大雨だと毎回なります、ね、しょうがない。はい、分娩車も水浸しです。ここもかき上げます。おう、カップがでかすぎる。ダメだ、のろすぎる。このままやろう。よし、ここは持ってこよう。ここが入れたんで回します。はい、大雨降るといろんな仕事が増えます。面倒です。はい、おしまい。え、何した？やばくない？あ、崩れてる。崩れた。あ、やばくない？あ、なんかここ浮いてる。怖い怖い。いやー、向こうは大丈夫かな。ここはね、崖だからね。ああ、まるっきり流れた。直しようがねえの。なんか柄でも落として固めるか。はい、わかりました。はい、それは後のお仕事。よし、行きましょう。もう一台。だそうです。次とから次と、仕事が増えます。今までやったことないような仕事が、なんかこの最後の1年でいっぱい出てくるような気がする。いやーねー。